皆さんこんにちは。行政書士事務所ブライトの夏目でございます。この動画では令和5年に成立して令和6年の秋ごろから施行されるというふうに言われておりますフリーランス保護法の内容についてご説明をしてまいります。この動画をご覧になってらっしゃるフリーランスの美容師さんにとってはですね、非常に大きな影響が生じてきます。むしろ守られる側になるんですけれども、一方でそんなフリーランスさんたちにお仕事を発注してらっしゃる美容関係の皆さんにとってはちょっと規制が強くなる内容になっていますので、しっかり押さえておかれることをお勧めいたします。まずこの法律が新しくできた背景からお話をしていきますとですね、中小企業庁の推計などによるとですね、今日本国内ではフリーランス個人事業として働いてらっしゃる方が約440万人ほどいらっしゃいまして、これ横浜市の人口よりも多いんですよね。非常に多くの方がどこかの会社の社員としてではなくて、個人事業主としてお仕事をされていて、その数がどんどん今増えている状況にあるそうなんですね。で、今までの日本の法制度というのは、働くっていうのは基本的には会社などの社員として働いていくっていうことを前提にした制度しかなかったので、こういう個人事業主として働いている方々を保護する仕組みっていうのが今まで非常に不足していたという声があってですね、結構長年そこは問題意識として指摘をされ続けてきた経緯があるんですね。でそこでついに、こういった方々もちゃんと一定程度法律で守る必要があるんだということで、令和5年に成立したのが、正式名称は特定受託事業者に関わる取引の適正化等に関する法律、一般的にはフリーランス保護法と言われている法律なんですけれども、そういった形で今後は保護していきましょうというふうに舵が切られたということなんです。なのでこの動画をご覧になってらっしゃるフリーランスの美容師の方々はですね、やった、私たちが保護されるぞというふうに思ってらっしゃると思いますし、それはある面で正しいんですけれども、一点ちょっと注意が必要なのはですね、この法律でいうフリーランスっていうのは、いわゆる個人事業主さんだけではなくてですね、個人事業主さんだった方が会社を作られている場合でも、一人でやってます、いわゆる一人社長の会社、自分以外に他に役員はいないし従業員も雇ってませんという会社もこのフリーランスに含まれるという点はご注意いただきたいと思います。いわゆる世の中でいうフリーランスって言葉とこの法律のフリーランスの定義がちょっと違うという点はご注意ください。では今後そのフリーランスさんにですね、お仕事を発注するときにどういう規制が加わったのかというとですね、大きく分けて2つあるんです。1つは画面に出ている通り、今後フリーランスの方に業務委託をお願いするとき、例えば美容の施術をお願いしますというときには、何月何日どこで誰に対して、あるいは何人に対して施術をお願いするんだ、ギャラはいくらなんだ、その支払いはいついつまでにするんだというような取引に必要な情報というのは、必ず事前に書面またはデータなどで通知をしないといけない、見せなければいけないという義務がフリーランスに仕事を発注する人に課せられることになります。ということはつまりどういうことかというと、電話だけして、あ、もしもし、何月何日空いてますか、あ、じゃあいつも通りお願いします、はい、いつものギャラでいつもの感じで、はい、よろしくみたいな電話発注というのが違法ということになるわけなんです。これは多くの世の中のフリーランスさんが、そういう形で仕事を受けて断れない中、施術をするなり提供業務を提供したところ、なんか思ってたのと違うギャラしか払われなかったとか、そういうトラブルが多いので、ちゃんとフリーランスにお仕事を依頼するときにその辺をちゃんとあらかじめ明示しなさいという義務が課せられたということなんですよね。それは助かるわというふうに喜んでらっしゃるフリーランスの方もいらっしゃると思うんですけど、ここ注意しなきゃいけないのは、この義務に関してだけはご自身がフリーランスだったとしても、同じくフリーランスに仕事を依頼する際にはこの義務が及ぶってことをご注意ください。自分は守られるだけではないです。つまりどこかから美容のお仕事が自分に入ってきました、自分がフリーランスの美容師だとしますね。でも、あ、ごめんなさい、その日私行けないんですよね、あ、でも私の後輩でいつも一緒にお仕事をしている A さんがその日空いてるっぽいんで、その人に私から発注しますねっていう形で再委託をする場合っていうのは、この真ん中にいる方は
フリーランスではあるんだけれども、同じくフリーランスに仕事を発注する際には今申し上げた義務が課せられますから、誰々ちゃん電話ですまないけどこれでお願いねみたいなのはダメになるってことなんです。つまりちゃんと自分がフリーランスであってもフリーランスに発注するときには書面かデータで契約の重要なところをあらかじめ明示した上で発注しないといけないという義務が課せられることになりますので、ここをご注意いただきたいと思います。これが一つ目の、義務ですね。そして次の義務というのは、これはフリーランスの方っていうのは、免れます。1人以上の社員、1人以上の役員を抱えている企業の方、会社の方がフリーランスにお仕事を振っていく場合にこういうことをしちゃダメだよっていうのが、ここからはその義務に限定されるんですけれども、いろいろあるのでここでは、概要だけお伝えをしますとですね、まずは1つ目が報酬の支払い期日の制限ということで、最大でも2ヶ月という60日ルールっていうんですけど、最大でも2ヶ月までしか伸ばしちゃいけませんよというルールが課せられます。つまり7月に施術をお願いをするという契約があったときに、じゃあ7月末ま、末に請求書を出して支払いが翌々月の10日ですみたいなのは約束として違法ということになるんです。なぜか7月に施術っていうことは7月の1日に施術することもありえますよね。そうすると支払い時期としては8月の末っていうのがギリギリ2ヶ月なんです。最長で2ヶ月ですから、その場合の契約書っていうのは、当月分の支払いは翌月末までにしますよというルールでないと、最大60日というのを超えてしまう恐れが出てきますので、それがフリーランスに仕事を発注する企業には義務として課せられることになります。これ事務的には結構翌々月10日とか翌々月末とかっていうのは結構契約としてはあると思うんですけれども、このあたり関係性に達した場合は違法になってきますので、くれぐれもご注意いただきたいというふうに思います。で、次がさまざまな禁止事項というのが課せられます。大きいところで言うと、画面で言うとですね、5番の購入や利用強制の禁止っていうのがありまして、フリーランスの方に例えば利用をいつも発注しているあるホテルさんがあったとしますね。で、そのホテルさんが、いつも仕事を発注してるからということでおせちを作りました、おせちを販売してます、その人一人でやってるのに5個買ってとか、あるいはその人全然興味ないのにあるアーティストのディナーショーチケットがまだ余ってるから、これちょっと3枚分買ってみたいなことを、発注主という立場をいいことにですね、フリーランスの方に強制をしていくっていうことが明確にこれ禁止されます。違法だということになります。あるいは1回発注しておきながら、いくらそのお客さんの事情だったとしても、ごめんなさいその日キャンセルになっちゃったんでなしねという形で、それを後から断るっていうことも基本禁止違法ということになります。じゃあどうすればいいかっていうと、適正なキャンセル料を払った上だったらいいですよというルールになっていますので、キャンセル料も何にも保証なく1回発注してその日を美容師さんにね開けてもらってたにもかかわらず、後からあそれごめんなくなっちゃったからまた今度ねっていうのが言えなくなりますよというルールも付け加わっていますので、結構フリーランスの方にとっては本当に守られることの増える素晴らしい法律だと思いますが、フリーランスとお仕事をされている発注主の方からしてみると、今まで当たり前にやっていたことが違法だということになりかねませんので、くれぐれもご注意いただきたいというふうに思います。そして最後、これはすごく私も印象的だったんですけれども、フリーランスに発注している側の企業に課せられる義務としてですね、セクハラやパワハラをしないようにという義務だったりだとか、あるいはそのフリーランスの方が、産休とか育休あるいは介護などでちょっとお休みが必要になった場合にはちゃんと配慮してあげなさいよっていう義務まで、この企業には課せられる内容となっております。当然そういうのって会社の社員では今では当たり前のことだったんですけど、いわば社外の事業者さんであるフリーランスに対しても同様に配慮してあげなさいねっていう義務が課せられているというのが、結構これ印象的な新しい法律の中身になっていますので、くれぐれもご注意いただきたいというふうに思います。
まとめますね。今フリーランスでご覧になっていらっしゃる方にとってはいい話が多いと思います。フリーランス保護法というのが令和6年の秋頃、まだ日程は決まってないんですけども、秋頃から正式に施行されます。そうなると皆さんへの仕事内容というのも明確化されますし、あとあんまり無茶なことを言われた場合、場合によってはちょっと監督官庁に相談に行けば是正していただける可能性が出てまいりますので、フリーランスとしては非常にこれ守られるべきものが多い、歓迎する新しい法律だと思います。1点だけ注意なのが、今フリーランスだからといって同じくフリーランスの方に仕事を発注するときは、その内容の明示義務だけは課せられるということはどうぞお忘れなく。そしてこの動画をご覧になっているフリーランスさんにいろいろ発注をしてますよという、例えば美容事務所などにお勤めの方からしてみると、今まで当たり前にやっていたことが場合によっては違法だということになりかねませんので、令和6年秋までにですね、是正をして正しくお仕事を発注できるような環境づくりというのが必要になってくると考えます。どうぞご注意いただきたいと思います。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。